うまそう、マジで。やってきましたー。こんにちは、劇団スカッシュのゆうやです。今日はレタスね、これ今ハンターあるんですけれども、これ我らがリュウジさんがあのツイッターでまた出てきたんですけども、これ野菜最近すごい食べるんだけど、まさに味付けワンパターンになってきて、大体俺は塩茹でばっかりだったけど、なんか美味しい味付けがないかなと思ったら、もうリュウジさんがまたやってくれたというか、もう教えていただいたんでいいんじゃないというのでね、それを実際にやってみようかなと思ってまして、無限ごま油サラダとかっていうね、この無限シリーズ結構あるじゃないですか。これね、大体美味しいんで、ちょっとやっていこうかなと。早速やっていきますね。タレを作ります。まず加藤屋の、純正ごま油濃い口を、小さじ4。濃い口じゃないじゃん、撮影前にも言ったけど俺家に両方あって、濃い口すごい美味しいんですよ。だから多分濃い口の方がなお美味しいと思うんで、皆さんやってみるときは濃い口でやってみてください。小さじ4なんですね。次に白だし大さじ1、次に醤油が小さじ1、旨味調味料、まあ味の素さんですよね、を2振り、ワツニンニク4分の1かけらって書いてあったんで、まあもうこんぐらい入れちゃいます。水を大さじ1ちゃんと、これはなるべくしっかりめに混ぜて、でこれをもうかけていけばいいですよね。だってね、タレをかけていきたいと思います。これも匂いがもう超うまそうだもん。うわーうまそう。お好みで黒胡椒、いりごま、刻みのり。あー、これ確かに本当に無限に食べられそうなサラダですね。これ混ぜていきます。お皿に分けてみようかなと思います。うまそう、マジで。それから最後にもう一回海苔を腹つかせて、ごまも最後にちょっとかけて、完成！いただきます。うますぎてごめんなさい、ごめんなさい、ごめんごめん、今いろいろごめん。超うまい、うめぇ、マジで無限。焼肉屋さんでさ、これこのサラダめっちゃうまいけど家でどうせ作れないじゃんって思うじゃん。これならもう家でこれから作れんじゃん。満足感も高いしね、こんだけたくさん食べていいって言われたらね。うん、おー、うん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 、バイバイ。こういう素敵な料理に出会えて今日は僕も幸せです。皆さんこれもうマジ絶対やった方がいい、絶対やった方がいいけど、一個だけ気をつけてほしいのがこれ。動画を見てくれてどうもありがとうございました。動画が面白かった方は、グッドボタン、高評価、そして、チャンネルの通知の方をね、ぜひやっていただけたらと思ってまいります。思っておりゲス